はい、今日もあなたと百姓天国、本日は5月の12、金曜日ですね。はいはい、ということで、さあさあさあ、昨日ね、トンネル開けたりしてね、なんだか、あれですよね、行きませんよね。なんかあんな取り乱した動画を上げてるようではねえ、もうちょっとねえ、農業 YouTube はちゃんと楽しくエンターテインメントでね、なんか地球に優しくとかねえ、なんか気持ちのいいことを言わなきゃいけないんでしょねえ、そういう薄っぺらいことをね平気で言っている人っていっぱい多いんですけどまあいいんですけど、さあということで第2弾ねえ、穴開けていきましょうね。昨日これね、コリンキーね、トンネル張りましたけれども、もうちょっと開けていきますかねえ。あいや、なんかああいう音中とかそういうのって AKB なの？ AKB ってあの AKB なの？僕全然知らないんですよ。そういうつもりじゃなかったんですよ。あれってそういうことなの？はい、私よく知らないんですけど、そういうつもりじゃないんですよ、私。はい。はいはい。なんだかよくわからないこと言ってますけど。ねえ。農飽きになるとね。あ、ちょっとやばいな。きちんと開けないとね。2箇所ぐらい開けてた方がいいか。あんまり開けるとね、破れてっちゃうんでね。ああ難しいね。こちらではほとんどね、密閉トンネルって使わないんですよね。なので今こうやってね、多分これもそちら開けてあるのは前回密閉トンネルでねやったやつ開けたんで、密閉トンネルほとんどね、多分これからも使うことはあまりないので、こうやって穴開きトンネルをね、メインに使うことになると思いますのでね、どんどん開けていけばいいかなって感じですね。あんまり開けると破れてっちゃうんでね、難しいところなんですけど。はい、ね。こっちは大丈夫だね。何をやってるんでしょうかってそういう話なんですけど、真ん中開けてないじゃんね。真ん中開けろよという話なんですが、この辺から開いてるのかね。開け方もちょっと難しいね。この上に開けないと意味がない。ちょっとここがねじれてるね。うまく開けないね。難しいね。破れてしまっては意味がないんだよね。
てるか。はいはい、こんな感じね。はいはい、まあ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 、さあということでズッキーニ取りますかね。こうやってもうトンネル外すと一気にこうやってワンワンしてくるでしょね。もうすごい勢いなんですよ、こうやってね。あっという間ですよ、早いね。6月頭から出せればね助かるんですけどね。はい、よりセット野菜充実しますんで。さあこちらの3番手もそこそこまだかね。ワンワンしてきますね、いろんな野菜がワンワンしてきますこの時期ね。よいしょよいしょ、でかいやつはないですか。でかいやつ、あ、着火不良。不良ですね。よいしょ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 、よいしょ、はい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 、あ、でかでかでかいやつもあるんですよ。でかいやつもあるんですがね。ああ、だんだんこう見えなくなってくるのこれね。見るのはね大変だよね。はいはい、ちょっと小さい、ちょっと小さいよ。よいしょよいしょよいしょ、おう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 、見えんばい。はいはいね、よいしょよいしょよいしょ、よいしょね。こうやって見えなくなってくるんですよ。はい、これぐらいがいいんだよね、大きさ的にはね。こっちは UFO とかですか。はい、そろそろね UFO もできてくるかなって感じ。この辺がオーラム、オーラムどうですか。オーラムちょっと調子悪そうだな。これ昨日植えました、4番手ね。オーラムくんはどうですか、オーラムくんはどうですか。はい、花はいっぱい咲いてますが、うん、はい、まだまだですね、まだまだ、もうちょいですか。まあちょっと前倒しでちょいと小さいですけどね。2番手もねだいぶ仕上がってきておりますね。
かね。もうちょいですね。もうちょっと安定しないですね。はい。よいしょ。ちょいと着火不良が多い感じですね。はいはい。ということで、今日明日明後日とね雨なのでね、それまでにちょっとマルチ向きをもう一回、ウネマに巻いていきますね。1列5キロなので2列で10キロですね。はい。よいしょ。おっとっと。はい、ということでカボチャ栽培、あとねキノコリンキ100株いったんでね、ズドンとこうやってね、あとここに九十九里ね、九十九里カボチャいって、それでようやく前半が終了です。でここから後半戦ですね。はい、雪化粧かぼちゃがまた 4,5 本ドドーンといってですね、ようやくそれで終わりですけど、まだね、ゴーヤ、とうがん、カリモリ、バナナマクワリなどなどね、まだこの辺が残ってますね。そろそろ巻いていかないとね。はい、ということでだいたい半分ぐらいまでね、かぼちゃで使います。そしてあのね、まあ耕してないですけど、後半今年の秋冬はね、こっちのここら辺がメインになりますね。はい、さあどうなりますか。はいはい、ってことでよいしょ。今日も暑いよね、え夏が来ましたよ皆さんね、え頑張りましょう、ね、はいはい、ということでかぼちゃね、今日はズッキーニの収穫をちょろっとですけどもね、はい、予定通りで進んでおります。それではまた。